エヴァレットシンはアメリカ合衆国の画家である劇場の出演者や劇場の風景を描いたことで知られる。ニュージャージー州のウッズタウンのクエーカーのコミュニティで生まれた。1888年から1890年の間、フィラデルフィアの私立の専門学校スプリングガーデンインスティチュートで工業製図を学んだ。この学校でその後長く一緒に活動することになる。 ジョン・スローンと知り合った。フィラデルフィアの新聞、フィラデルフィア・プレスの差し絵画家として働き、スローンやフィラデルフィアで美術教師をしていたロバート・ヘンライラと美術クラブを作った。1897年にニューヨークに移り、ニューヨークの新聞、ザ・ワールドで仕事をし、1898年に同じ差し絵画家のフローレンス・スコーベルと結婚した。フローレンスは後に、 ニューソートに関する著作をすることで有名になる女性である。1900年に夫妻はヨーロッパを旅し、シンは印象派の絵画から影響を受け、特に劇場の踊り子などを描いたエドガードガの作品に影響を受け、ニューヨークに帰った後、劇場や俳優がシンの画題となった。1908年にヘンライラと作ったザエートのグループ展に出展し、 後にこのグループ展の参加者から、ニューヨークの下町や労働者階級の人々の生活を写実的に描く芸術家のグループ、アシュカン派が形成されることになり、シンもアシュカン派の画家の一人に数えられる。フローレンスとは1912年に離婚し、1913年に芸術家のコーニーと再婚し、二人の子供を作った。1933年までに、 あと2回離婚をすることになった。ありがとうございます。